はいどうも、マッシュマロです。さあ、今年最後のポケモン剣盾動画になります。さて、さっき入ってきた情報なんですけど、ポケモンの中でお年玉が配布されるということで、お年玉の取得方法をご紹介します。簡単な短い動画になってますので、最後までご覧いただけると幸いです。不思議な贈り物へ行って、不思議な贈り物を受け取る。シリアルコード、合言葉で受け取る。そして、お年玉と打つんですけど、O がないから0で。0で、T、0。これで音。で、しだま、S、H、で、I がないから1で、で、あとは、だーまと、打ちます。はい、これでダイブボールプレゼント。これでダイブボール10個もらうことができます。やってみてください。ということで、今回めちゃめちゃ短い動画なんですが、普段はミルダムの方で配信しています。で、昨日もね、配信納め、2019年配信納めはミルダムの方で配信しました。ということなので、配信結構ミルダムでやってることが多いので、よければ遊びに来てください。ミルダムの ID はこちら。はい、概要欄にもリンク貼っておきますので、よければ登録お願いします。ということで、2019年、今年もマッシュマロありがとうございました。そして、来年2020年もマッシュマロよろしくお願いします。では皆さん、良いお年を、おつまろー、バイビー。